この今決勝レースを前にいたしましてのウォーミングアップで経験をしているぐらいになります。前回行われましたその九州オートポリスでのウェットレースが3、まあ、ある程度ですね、その参考にはなると思うんですけれども、果たしてどういうパワーバランスでレースが進んでいくのか、そしてこれから雨の量はどう変わっていくのか、さあどんなレースになっても皆さん最後まで応援を熱くよろしくお願いします。平手公平から今最終コーナーを立ち上がってデイクストレートブリーフレーム